ジャグリング令和の江戸春美オールユーキャンイーイブキです。やばいね、ありがとうございます。いやー、今の頑張ったね。素晴らしい。今の頑張った。本日の企画いきましょう。で、俺メイン今よへん。今日は今日の企画は、ユエのスキッパってどこまで何かが入るのちょっと開いてもらって、ね、ちょっと開いてもらって、ここのまずこれも説明なんですけども、ここのこのスキッパ多分世界が驚愕しますよね。なかなかここまで開いたスキッパっていないんですよ。ということでこの企画は多分僕らしかできません。ヨヘのスキッパに入れるものこちら、こちらになっていきます。じゃあまずはですね、皆様ね、これね、遊戯カード2個目これですね。ヨヘのクレジットカード、俺の使うんですね、クレジットカードなんですけど、次これね、このスパイキッズ、これね、この厚さを入れます。先生ねぶっ壊れるって歯ぶっ壊れます。それは嘘ですけども、 DVD ですけども、これをこ、ね、これを入ったんです、DVD、ね、まあ、なんか今のとこなんか余裕しゃくしゃく。で、4つ目1円玉です。これちゃんとあとは後ほどアルコール消毒するんで、しっかりと。次が、ミンティア、これがね、はい、意外といけると思うんだよね。いや多分これ入るよね、入る入る、しっかり前見してる、これマジ多分入るよ。違います、結構マジで。でも俺もこれは難しいと思ってる。これ戦いたい、一緒に戦おう。なんもあんま乗り気にはならないな。一緒に戦おう。これが入ることによって再生回数抜群に上がるから。入ったらすごいけど、これが入ったら再生回数上がる、わかる、再生回数上がる。いや、その頃には再生回数上がるよ。よし、これがね、これが洗脳いきますよ、皆様。一回ちょっとあのスキッパーだけちょっと一応見て、だいたいどれぐらいかっていうのを見せていただいてね。あ、車は通れます、とりあえず鎌倉ぐらいまで行けるよ。え、これ開通したんですか。あ、そうそうそう、え、その東京から鎌倉まで、あ、もう東京とかじゃなくて、俺がいるとこから鎌倉、俺が北海道で北海道民がこう車で入ってったら、普通にもう、あ、鎌倉、江の島やーっていうの行けるんすね、はい、じゃあ次行きましょう。つくめやなんかそのステージ1からはちょっと申し訳ない、これもう僕余裕なんですよ。ここに入ったらもう勝ちです。間にも入ったらこれはもう勝ち。先に決めさせて、ギリギリでハマったみたいな、はい、通らない、うん、ハマったはアウトです。ハマってもセーフにしましょう。だよな、入ってる、ハマってもセーフ、はい、ハマってもセーフなんで、とりあえずこの間に入ったら勝ちです。ステージクリアです。じゃあ、はい、アップ始めるわ。 OK、 そろそろ一回ここにいただいて、ここにいただいて、しますよ。もうちょっと多分開くと思います。アップだから、はい、アップなんで、しっかりとこれ唇からこうやってしっかりこうしてやっていかないと、スキッパもこう変わんないんで。いや、親指の指匂いからね、くさー、おつばが、ヨヘのおつばが横にいぶきに開いてもらったから、もうなんか何でも通る気がする。本当に、ありがとうございます。大型トラック行きましょうよ、行きましょう。ちょっとじゃあステージ1、はい、遊戯王カードいきたいと思います。俺だとまずこの細さ、この細さです。それでは皆様いきますよ。しゃ、どっちょさ、はい、照明今影ここだけ入ってて、はいはいはい、ここ照明変えられる、ここの周りだけ今影が入ってて、あ、ここだけ影が入ってて、結構光当たってるけど、ここ照明変えられるから、ここだけ、ね、影すごいんだ、青ひげだな、俺のターコイズブルーというじゃあステージ1、遊戯王カードよろしくお願いいたします。スキパンファーストステージ、レッツスタート。いけいったー、ファーストはとりあえず通しました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。素晴らしいですね、やっぱりファーストステージで。次行きましょうよ、ステージ2でございますよ。ステージ2、まあ、まあ今のはもう何なりでクリアできたと思いましたね。なんか、そうですよね、もう規定の組やな。じゃあ次行きたいと思います。番号もあんまり見えないぐらいにしないといけないんで、リストこれやばいでしょ。セカンドステージ、それでよろしくお願いいたします。来ました、ヨヘ選手のルーティン。沸騰したらもうできるって言われる、はい、沸騰したですね。あ、これ夜間の音、夜間の音、お祝いだよ。あ、引いてみてました引いてみましたね引いてみましたねじゃあ行きます、はい、行きましょう。第2ステージよろしくお願いします。
ありがとうございます。結構もうだ一般、そうだね、一般人がどんぐらいなのって。いや、これ一般人、はい、早く言ってよ。上はじゃあだからワンランク下げて、はい、この遊戯王カードをちょっと見てみて。一応だ、これはちょっと比較対象だ。あ、これ入んない、あ、入んないよ、これで。この比較結構わかりやすいと思う。今のわかりやすいと思います。ここからが結構オチョとも話してたんですけど、アイスのスキッパー、これがいけるのかっていう DVD。 これも DVD プレイヤー買わなくていいですよ。買うね、これでもう。あ、再生機能はないよ。使えねえな、気持ち悪い。え、これで DVD プレイヤーのできるのでね、これで長尺になってやっと出てきました。 DVD 気持ち悪いっす。それでは行きましょう、第3ステージ。いや、なんかここまで来たら、はい、絶対勝たなきゃな。はい、自分のためっていうよりは国のため、うん、ジャパンが応援してきてる、うん、それではサードステージチャレンジ。こいつ解説も全部やってくれんだよ。めちゃくちゃ DVD 取るか。めちゃくちゃいいんだよなこいつ、コスパ、まあ、コスパめちゃくちゃいいんだよなこいつ。いやマジ通したい、通せよ、気合入れろ、いきます。ちょっと手に、頑張れよ。友人が応援してくれ、震えるわ、緊張で。じゃあ、いきます。頑張れよ、いけいけいけ、どうせいけ、入れいけ。ああああああいったー、どうしたー。しっかり入ってます。いや、ちょっとこうやりきりたい。これがセミファイナルっすよ、準決勝。え、俺ここまで来たら本当優勝したいわ。俺第4ステージスキパン、第1回スキパン選手権、まあ、選手権、これね、1円玉。みんな DVD と一緒じゃないと見えるんですけど、これ多分比較性分かるんですけど、結構違うんよ。レベルがちょっと違うんよ。ああ、もうこれで全然違う。レベル分かるし、これ。ああ、これ全然分かる。第4ステージ。これマジで覚悟入れろ。本当に超強い。これいったらもう決勝です。もうね、多分今、多分第1、第2まではアホくせえなと思ってたんだけど、多分第4のこの1円玉からガチでみんなも多分応援してるから。ガチで多分これから、ね、ここからマジでみんな応援してます、ここから。頑張れよ、本当に。絶対勝つ。絶対勝てよ。絶対勝つよ。フォーチャレンジ。こいつ解説もやってくれるんで、コスパいいな。1円玉通るか。コスパいいな。いきます。いけよ、頑張れよ。食いしばれ。入れろ。ただマジいけ。いや、いや。いや、うわ、お、お、いったいったすげー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 すごいマジですごい、うわぁうわぁうわぁマジですごい、これはすごいわ。皆さんも、もう今はもうおふざけじゃないことは分かってきました。ここに来て、最初の遊戯王カードはふざけてんだ、舐めてんだろうと思ったけど、ここはもう本気でみんなガチで見てます。気持ちもなんか汲み取って、絶対勝つ、絶対勝つ。ごめんなさい、僕らもちょっと冗談でこれにしようと思ってました。僕らもその動画の企画のために、最後は入んないじゃんみたいな感じで、この暑さを、ミンティアのこの暑さリコードマジでこの箱で、だがしかし、やっぱ今気づきました、本気で勝ちたい。で、今開けたらめちゃくちゃちょうどよくて、まだタオル投げたくないんですよ、こいつのリングに。マジ投げたくないんですよ。セコンドに俺マジまだ投げたくなくて、タオルこいつに本気で、1円台までちょい熱いんですよ。あー、これ結構変わんな、おいお前タンガ、タンガすげえな。最終ステージになってまいりました。この感動を僕たちもみんなに伝えたい。皆様ラストお願いします。来ました来ました来ました、決勝までのルーティン、皆さんのルーティンです。あ、沸騰するか、今日も沸騰するか、決勝前に来てます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 、ちょ、沸騰してる、追い止めて、しゃー行くぞー、やりきったぞ。いきますよ、本気で入れろ、かっこいいよ。日本のみんな応援してくれた、ここまで手伝ってくれた、宮城から来てくれたおっちょ、いや待ってください。みんなないの、俺絶対優勝して帰るから、はい、ゆうきんちにメダル持って帰ります、いきます、頑張るよ、終わりだ、いいんち
別スタート。やあ、うわー、感じる。そこ入れろ、入れろ、もっともっとスキッパにしろ。体張れ、やれ。待て、ああ来ていただきました。お疲れ様でした。本当に素晴らしい。本当にありがとうございます。いつも最後のミンティア化粧。やっぱりこれが世界と日本とさ、はい、さらに僕が頑張んなきゃいけない課題、はい、怒りがこもってるマイクに。すいません、ね、もう怒りぶつけちゃダメだ、はい。選手のせいじゃないんだ。はい。はい、最近入った、はい、はい、ダメです、はい、すいません、ありがとうございます、申し訳ないです、すいません。選手の何してんの、ゆうくん最近入った、はい、ダメよ、それしちゃう、ごめんなさい、スキパンそれ一番嫌うからね。この人クビー